はい、こんにちは、僕です。ペルソナ4やっていきましょう。今日は9月11日日曜日だな。何をしていこうかな。特に冷蔵庫は何もない、まあ、とりあえずね、街に出ていきましょう。あー、もう七里海岸の方まで行けるようになってるんですね。今まで気づかなかったな。ブラッと行けるんですね。いや、とりあえず商店街かな。また知恵がいるよ。知恵がいるな。あー、知恵、マリー、トリセもいるな。どうしようかな。よりどり緑なんですけど。ちょっと待て。お前。ねえねえ、もっとお話ししようよ。話聞きたいな。んなこと言ってもさ、もう学校のことは話しただろ。あと、家族のことは？そんなの楽しくないだろ。そんなことないよ。聞きたいな。そうかよ。あらあらあら。あらあらあら。で、この子たちは？この前、眉海に行ってきたんだ。浜辺にワカメいっぱいあったよ。でも結婚式はハワイの海辺がいいな。ワカメない方が綺麗だと思うでしょ。ああ、うん。どんどん話が進んでいくよな。このままだと結婚してしまうぞ。幹事もいるんだよな。幹事もいるのか、どうしようかな。ちょっと待って、一旦ね、ジュネスの様子を見ておこう。足立がいたら足立いないか。陽介がいるな、その代わり。どうしましょう、今日。いやー、知恵なー。知恵はね、もうコミュランクマックスなんだけど、なるべく知恵と遊びたい。知恵にしようかな、あえて。今ちょうどガス入れてたんだよね。あ、ちなみにどこ行くんだ？海かな？知恵はバイクで出かけたいようだ。温泉へ行こう。あ、行くわ。温泉？あ、日帰り温泉ってやつ。それ二人で行って面白いのかな？だって入るの別々だよ。まあ、いっか。温泉嫌いじゃないし。別々なんですか。知恵と出かけることになった。温泉。まさかの温泉なんだけど、急に。何？回数を重ねるごとに行く場所が変わるのかな？温泉。知恵と二人でやってきた。なんで婚約じゃないんだよ。女湯の方から声が聞こえる。僕くんいる？女湯は私だけみたい。広い湯船を独り占めっすよ。いやー、ご気楽ですな。そっちの様子は見れないんですか？知恵とのんびり温泉に浸かった。今なら知恵とじっくり話ができそうだ。ここで将来の話かな、じゃあ。将来か。見えるような見えないような。なんかまだもやってしてるような。将来について語り合った。また、知恵の中で何かが弾けた。弾けまくりだよな。マインドスライス。それどうなんだ？敵全体に物理属性で10ダメージ。確率で混乱効果。ヒートウェーブは大ダメージなんだよな。ヒートウェーブ消してしまおうか。マインドスライスと交換していきましょう。出かけるたびにね、違うスキル覚えるんだ。暗くなるまで知恵と過ごし、家に帰った。うわ、マジか。温泉、自分の裸しか見てないぞ。帰ってきたか。ただいま。今日ね、買い物行ってきたよ。冷蔵庫ギュギュになっちゃった。採用ですか？いや、堂島さんびっくりマークついてるけど、ちょっとね、どうしよう。一旦ね、料理を作っていこうかな、お弁当。お弁当作っていきましょう。茶金寿司？茶金寿司を作るための食材が揃っている。何、茶金寿司って。お稲荷さんとは違うのかな。酢飯の方はできたが、これを何で包むんだったろうか。茶金寿司ってなんだ？茶の葉、笹の葉かな？あれか？いや、酢飯を笹の葉で包む？薄焼き卵？茶金ってなんだ、茶金って。金時、違うな。巾着の金だよね。笹の葉かな？違う気がするな。酢飯を包んでなんとか完成した。緑の茶金寿司を手に入れた。違うのか？なんかいつもとね、リアクションが違うんだけど。修学旅行が終わって、平日ね、普通の。誰を誘おうかな？たまにはね、小沢由美を誘いましょう。
なかなかね、コミランク上がらないからさ。屋上。ユミと一緒にお弁当を食べた。昨日作った緑の茶巾寿司を一緒に食べた。どうかな？ひど。でもこれも経験かな。ユミからの評判はあまり良くなかった。もう少し美味しいお弁当を作ってみよう。ダメだったんだ。ダメだったらしい。緑の茶巾寿司。本当は何で包むんだろう。みんな修学旅行楽しかったわね。都会に行ってちょっと大人になった感じしない？そういえば旅行中に僕くんが持ってたクマちゃん、あれ素敵だったわよね。先生ね、ちょっと怪しい生き物が好きなのよね。クマちゃんって言えば仲間のパンダちゃんも可愛いわよね。その可愛いパンダちゃんだけど、昔は日本語でなんて呼ばれてたか知ってる？白黒グマや色分けグマって呼んだのよ。そのまんまって感じよね。白黒グマって呼び方通りの白と黒が混じり合った不純な体が素敵よね。大人になるためにはね、不純なことも必要なのよ。授業を真面目に聞いた。知識が高まった。上がった。物知りから博士級になった。急に上がったな。いや、寛容さだけがね、全然上がんないんだよな。寛容さどうしたら上げられる？学童保育か。学童保育行きますか。あれ、ここにいたクエストの子いなくなっちゃったんだけど。受験か就職の二択なんだけど、でもここら辺、ろくな大学ないし、就職先って言ったら10年っす。今からでも遅くないし、花村と仲良くしとこうかな。連続殺人事件も終わって、またいつも通りと思ったら、なんか女子がうるさくね。転校生、あれか、白金直人ね。セーブしとこうかな。いや、全く何もね、事件が起きる気配がないんですよね。機会が山ほどあったはずなのに、何一つ物にできなかった。ああ、ショックでかいぜ。頑張ってくれよ。いや、クマが今度はここにいる。どこを見ても女子女子女子。学校って天国クマね。ジュネスにはないフレッシュネス。エブリデイヤングライフですな。ところで先生はセーラー服とブレザーどっち派？いやー、どうかな。断然セーラー服。セーラー服って馴染みないんだよな。ブレザーだな。大人びた襟元に包まれた幼い少女の澄ました横顔。やっぱり先生は一味違うクマ。クマ感動しました。いや、制服って本当にいいものですね。なんかやたら廊下に人がいるな。口を開けばこのがっかり感。花村とタメ張るよね。名前熊田だってさ、留学生とかじゃないんだ。がっかり感。黙ってればまあまあなんだけどね。てか、どこのクラス、こんな子いた、こんな子いたっけ。いや、ずっとね、今ね、ちょうどね、こうなってた。ちょうどね、こいつにびっくりマークがついてるんだと思ってたよ。違った。あら、また来てるわ、あの子。よっぽど私に会いたいのね。年下か。どう考えても圏外だけど。あんなに一生懸命だと、ちょっとかわいそうになるわ。ほっとけよ。常に誰かいるね、ここ駐車場。リセがいる。リセか。リセが何かスキル覚えてくれたらありがたいんだけど。今日はね、リセと過ごしましょう。先輩。ねえ、バイク楽しいね。最初は近場しか乗らないと思ってガソリンちょっとしか入れてなかったの。でも乗るの楽しくて全然足りないから今満タンにしてもらったとこ。バイクで出かけたい。温泉なんだ、やっぱり。温泉？時期的なものか。あ、日帰り温泉とかちょっと楽しそうかも。ああ、いいんだ。空いてれば壁越しに話とかもできそうだし。マジか。マジか、アイドルと二人で温泉に行っちゃう。彼女がいるのに。どうせリセを見ることはできないんでしょ。温泉、リセと二人でやってきた。女湯の方から声が聞こえる。ま、今回2回目の温泉だよな。先輩いる？こっちは誰もいない。こんな広いのに貸し切り気分だよ。もう幸せすぎる。これなら混浴でもよかったかな、なんてね。全然混浴でいいですけど。のんびりね。将来に。やだもん。あれ？過去については話せないんだ。将来はもちろん先輩と。って、そういう話じゃなくて。だったら、
将来について、やっぱりリセの中で何かが弾けた。リセ参加時の総攻撃の威力が上がった。スキルがもらえるわけじゃないんだ。じゃあ帰ろう。必ずしもスキルがね、獲得できるというわけじゃないんだ。白金直人。はい、報道愛の時間です。この人ちょっとね、あの人に似てるな。なんだっけ、劇団ひとりさん。先日、無事に犯人逮捕となった稲葉市の逆さ貼り付け連続殺人事件。解決の陰に、なんと現役高校生の文字通り少年探偵の活躍があったこと、ご存知でしょうか。今日は甘いマスクでも話題をさらいそうな探偵王子、白金直人くんの特集です。テレビで特集されてしまうの。今日はよろしくお願いします。報道されたね。報道されたよ、白金くん。はい、よろしくお願いします。大丈夫か。直人がテレビに出演している。そっか、七子は会ってないもんね。お兄ちゃんと同じだ。まずは先日の犯人検挙、お疲れ様でした。この事件はかねてから謎が多いとされてきましたが、お手柄でしたね。手柄と呼べるほどのものじゃありません。確かに先日の諸岡さんの事件については犯人の仕業に間違いありません。ですが、事件の全体像を見渡したとき、僕にはいくつか違和感が残ります。違和感はあ、と言いますと？具体的なことは残念ながらまだ何とも。ですが、ことは3人もの犠牲が出た殺人事件です。小さな違和感でも追及すべきだと僕は思います。はあ、警察会見の内容と若干異なるようですが、では次に探偵王子の素顔と題しまして、直人くん自身のことを聞いていきたいと思います。探偵王子が今まで解決してきた事件はなんと24件。24件、そのうち16件が、16件が、兄ちゃんの学校探偵さんいるんだ。だって16件が何なんですか。すげえ気になるじゃん。七子も将来はお兄ちゃんの学校行く。マジか。もうそれまでずっと留年して待ってる。団らんの時間が過ぎていく。やべ、今の話すげえ気になるじゃん。9月13日。まあ普通に学校あるんですね。何なんだろう。先輩。みんな来た。みんなお揃いで。よし。よし。ね、昨日のテレビ見た？直人くん出てたやつ。お手柄探偵王子ってのだろ。まあ実際に捕まえたの俺らだけど。でも容疑者を見つけたのは警察だし、それに協力してたんでしょ。お手柄は確かだと思うよ。けど意外なんだよね。彼テレビとかに出たがるようなタイプじゃないって思ってたんだけど。まあ確かに、確かにそうですよね。おはようございます。噂をすれば。実は事件のことでお話があって、皆さんを待っていました。それ、そのワイシャツ大丈夫なんですか。こんな色付きのワイシャツ着て大丈夫なんですかね。お話？長話してっと遅刻すんぜ。あれ、てかお前制服。現時点での僕の考えを聞いてもらえますか。あ、これ制服じゃないのか、私服か。なんだよ。最初に被害者の共通点ですが、まず殺害の前に必ず誘拐されるということ。狙われるのはメディアにある程度はっきり取り上げられ、急に知名度を得た地元民。だからテレビに出たんだ、自分で確かめるために。そのあたりが確率的に高いでしょう。少なくとも被害者の人物像はあまり重要ではないと思っています。この点、皆さんも同じ見解を得てるんじゃありませんか。同じだ、言う必要はない、同じだ。では単刀直入に言いましょう。この条件に皆さんの何人かも当てはまるということは認めますか。何人かも。今回の事件は2件目と3件目の間に長いブランクがありました。2件目って誰だっけ。小西咲か、小西先輩かな、ゆき子か、その間。でもさっきの条件を踏まえて調べると、それらしい失踪は続いていた。続いていた。天城由紀子さん、さん、そういうことか。
久慈川理瀬さん。うん。どの人もテレビで報じられた直後に失踪。亡くなったのは小西先輩の後はもろきんだったんだよね。まあ、確かに。何かのわけで死を免れたか、自分から目をそらすため、自身を被害者の一人に見せかけたか。殺された被害者とも何人かは接点がありますし、皆さんの誰かが犯人かと疑ったこともあります。なるほど。私らの誰かが犯人ってそんなわけないでしょう。そういうこともあったと言ったんです。現時点でまとめ直すなら、今の僕の考えはそれとは全く逆です。全く逆。犯人なんじゃない。おそらく皆さんは犯人を追い詰める手段を持った人たち。あ、すごいな。怪獣ではなく、うん、助けたから仲間が増えていると考えれば全ての辻褄が合っていく。あくまで想像ですけどね。ただそう考えるとやはり3件目、諸岡さん殺しはおかしいんですよ。メディアにも出ず、失踪した形跡もない。そして何より遺体の状況がおかしいです。状況？2件目までの遺体は今も詳しい死因が不明。うん。なのに3件目だけ鈍器による後頭部強打が直接の死因だと分かっている。ああ、なるほど。警察はこの違いに納得のいく答えを持ってないにもかかわらず、事件を収束するのに必死です。この上は何か確証をつかめる行動が必要でしょう。確証をつかめる行動？まあ結果がどうあれ、これで何かがつかめるはずです。それに皆さん、以前僕に興味深いことを言いましたよね。おい、どこ行くんだ？行っちゃうの、そこで。僕は遊びのつもりないですから。これ待って、白金直人がまたテレビの中に入ってしまうんですかね。直人くん。流れ的にはそうですよね。報道されたし。いや、でもね、犯人は久保光雄じゃないのかな。いや、どうなるんだろう。直人は学校に来なかったようだ。うん、だって。まあ、今回はね、一旦この辺で終わりにしたいと思います。続きはね、また次回やっていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。